はい、こんにちは。株式会社日本将棋研究所の中本でございます。今回はあなたが練習したい文字のお手本ができる NSK 白州ペン解消体フォントの紹介をいたします。これからご紹介のように3種類のお手本が用意されております。一つはまず A セットですが、ご覧のように NSK 白州ペン字解消マス目フォントとしてお手本にマス目がついたフォントが用意されております。次は NSK 白州ペン字解消手本 B セットですが、 B セットではご覧のように2種類のフォントが用意されております。ペン字解消体手本、そしてマス目のついたお手本、2種類のフォントが同梱されております。最後に C セットですけれども、こちらは3書体のフォントが同梱されておりまして、一つはご覧のようにペン字解消体フォント、そして今回は新たにですね、外枠付きのお手本ができるフォントと、そしてマス目のついたお手本ができるフォントが用意されております。もう一度ご説明しますと、このように美しいお手本ペン解消体手本、そしてマス目のついたお手本ができるマス目入りフォント、そして外枠のついた外枠入りフォント、このようにご自分で学びたい文字のお手本を作成して学習はできます。印字はワードなどで縦横自由ですけれども、このお手本に対してアットマークを打ちますとマス目付きのフォーム、シャープを打ちますと中心線の入ったフォーム、そして円マークを打ちますとご覧のように外枠のみの練習フォームを印字することができます。ご覧のようにこのペン字解消手本 ABCC セットがですね、 YouTube でご案内の期限に限って半額でご案内しておりますので、ぜひご利用になってみてください。そしてフォントの動作環境なんですが、 Windows パソコンあるいは Mac どちらにも対応しております。そしてフォントの対応文字数ですけれども、約7400文字、第一水準、第二水準、外字など搭載しております。またご自宅にプリンターをお持ちでない方は、下のもっと見るで紹介のペン字上達を利用してスマホにお手本を表示して学習することもできます。以上、ここで NSK 白州ペン字解消体手本 A セット、B セット、 C セットのご紹介をさせていただきました。このソフトを利用してあなた自身が学びたい文字のお手本を作成して学習することによって、あなたもきっと美しい文字が書ける人になれます。頑張ってみてください。応援してます。